はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルランチアストラトス HF ラリーを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルランチアストラトス HF ラリーです。ボディカラーの方はホワイトとグリーンだから、これはアリタリア航空のカラーリングだね。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはアリタリアってプリントがされてあって、左右のヘッドライトの下の部分にはランチアってプリントがされてます。結構この辺りのグリル周りも細かいね。で、ヘッドライトの部分はリトラクタブルライトの仕様の、これは樹脂パーツで作られてます。で、ボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。グリーンとレッドのアクセントカラーがかっこいいね。で、この部分にはラリー3レモって書いてあるから、これはラリーのレースの名前なのかな。で、このままルーフの方を見ていくとランチやアリタリアってプリントがされてます。運転席側の側面はこんな感じになってます。この辺りはたくさんのプリントがされてあるね。アリタリアってプリントがされてあって、ゼッケンナンバーは11番になってます。で、この部分には HF とか、ここにはイタリア国旗もプリントされてあるんだね。ホワイトとグリーンのツートンカラーがかっこいいね。で、タイヤのホイールの部分はこんな感じのデザインになってます。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。この部分にはランチやアリタリアってプリントがされてあって、テールランプの部分はレッドとブラックで塗装がされてあります。で、よく見るとリアタイヤはすごく太い感じになってるね。で、助手席側を見ていくとこんな感じだね。基本的に運転席側と同じデザインになってます。で、リアスポイラーの部分を見ていくと、この部分にもランチやアリタリアってプリントがされてあるね。で、よく見るとここの部分もすごく細かな作りになっててかっこいいね。で、上から見てみるとこんな感じになってます。内装の方はこんな感じだね。ちょっと窓ガラスの部分がスモークっぽくなってて、ちょっと中が見づらくなってるね。運転席は左ハンドルになってます。で、タイヤの部分はサスペンションがついてます。で、その他アクションとかギミックはないね。で、裏の方を見ていくとランチアストラトス HF2016 年の写真になってます。こうやって見るとフロントのタイヤとリアのタイヤの太さが違うね。こうやって見ていくとやっぱりアリタリア航空カラーっていうのはかっこいいね。ランチアストラトスっていうとラリーカーの名車だね。ラリーのレースに実際に出てたデザインが再現されててすごく良かったです。箱の方は正面のパッケージにトミカのイラストはね。この部分にはタカラトミーモールオリジナルのロゴがプリントされてます。で、側面の方はこんな感じだね。ここにはランチアのオフィシャルライセンスのシールが貼られてあるね。で、裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルランチアストラトス HF ラリーを紹介しました。で、このアリタリア航空のこのカラーリングっていうと実際にラリーのレースで出てた実車のデザインだね。過去にはたくさんラリーのレースで優勝してる名車だね。で、ラリーカーっていうこともあって、このヘッドライト周りのデザインはなかなか迫力があるね。で、タイヤの方も前後太さが違ってリアタイヤが結構太くてかっこよかったね。でも、ちょっと残念だったのはフロントガラスの部分が少しスモークっぽいクリアパーツになっているので、内装の方があまり見えなかったね。近くで見てみるとシートベルトの部分もちゃんとレース仕様になってたんだよね。で、今回のこのモデルはタカラトミーモールオリジナルのボディカラーだね。通常ラインナップバージョンでも発
売されている車種なので、そちらの方もまたチェックしてみたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。